ドスブイパワーレポートの佐々木です。本日はこの A データの SSD XPG-SX6000Pro を紹介します。この SX6000Pro はですね、 M.2 に対応した SSD なんですけれども、インターフェースはですね NVMe のですね PCI Express 3.0X4 に対応しています。そうなるとですね、速度はどうなのというところに注目が集まるかと思うんですけれども、読み出し性能はですね最大 2000MB/s をですね超えております。というわけで非常に速いんですけれども、それでいて SATA の SSD に迫るほどのですね高いコスパを実現しています。そのコスパの秘密は HMB という機能にあります。この HMB というのはですねメインメモリの一部をキャッシュに使います。そしてこの SSD 上にはですね DRAM のキャッシュを持たない、それによって低コストを実現しているというところなんですね。それでは実際の性能を見てみましょう。SATA 3.0 SSD はインターフェースの使用上最大速度が 600MB/s 以下に制限されます。これは全ての SATA 3.0 SSD について言えることです。これに対して PCI Express を採用する XPG-SX6000Pro は 2000MB 超を記録しています。ランダム速度も非常に速く SATA SSD の2倍近くを記録していることがわかります。以上 XPG-SX6000Pro の紹介でした。